く雪の降らない僕の家に雪だるまを作る会。ちょっと TikTok 用に動画撮ってるので、ちょっといつもと違う感じで行きますけれども、ね、本当にあの今僕が住んでるとこ雪降らないんですよ。実家に住んでた時はね、雪だるまとかよく作ってましたしね、あのお風呂雪で埋めたりしてましたもんね。懐かしいですね、あの頃は。やり方は簡単でーす。かき氷ってさ、こう押し固めて丸めていけばさ、なんか雪だるまになりそうじゃない？これを延々ってやるの？きつ。まあまあな大きさになってきたね。バカ野郎。いい具合になってきたね。よし、こんなもんか。よし、頭乗せるよーん。かわいい。違う、白い服だからなんか、うん、見えねえ。目つけられんの？つかなくねえ、目。あぶねえ、むっちりグミで鼻っぽいので。これ鼻にします。いいね、いいね。で、最後ポッキー口だね。いいね、いいね、いいね、いいね。お、すごいじゃん。ほら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 、見て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 って言ってもわかんないか。顔認証してるカメラが。すごい、できました。可愛いですね。あの、非常にあの元カノによく似てます。これどうすっかな。これこんなとこ置いたらね、翌朝溶けて大変なことになるもん。どうにかして処理しないと。とりあえず食べちゃいます。まあまあ、やばい、11時になっちゃう。明日早いのに。よーし、こいつはちょっと寿命が来るのを待ってもらおうかな。